アルフォンソ・マリア・デ・リゴリは、カトリック教会の司教、聖人で、教会博士の一人、修道会、レデンプトール会の創立者。クリスマスソングとして知られる、あなたは、星から降りてくるの作曲者でもある、ナポリ近郊のマリアネ、が生まれ、ナポリ大学で法学を治め法律家となるが、七百二十三年に、父親の反対を押し切って、聖職者となり、三年後には、 司祭となる。主に、ナポリの貧民屈や孤児、ハンセン病患者など当時阻害されがちだった人々の中に入って宗教活動を行い、この活動が元となって1732年にレデ,デンプトール会を創設。1762年にはサンターガタイコールデイコールゴッティの司教に助任され、ジャンセニスムとの論争の傍ら道徳神学に大きな足跡を残した。 リゴリは国会のための適用参観を表し、それによって教会が下す刑罰を時には厳しく、時にはより寛大に操作できるようにした。それによって、教会の運営を詐欺師や、娼婦の商法のように柔軟性のあるものにした、というのが20世紀の社会学者、ワルター・ベンヤミンの評価だった。W. ベンヤミン、ベンヤミン著作集文社、年、p ありがとうございます。